はい、ということでね、めちゃくちゃしびれる映像から始まったんですけども、皆さんお久しぶりでございます。ちょっと3週間2週間ほどねお休みいただいてたんですけども、動画見てもらった通りね、日本一周を今から行っていきたいなと思います。まあこれが2022年のね企画やったということなんで、今から詳細をお伝えさせていただこうと思いますので、本日の流れとしてはですね、なんでそもそもそんなことしますのと、わけわからんことせんといてくださいってことやと思うんで、それ言って、いつ行くのと、いつどこに行くのということを言い始めて、でその後条件ですね、まあどんな方に来てほしいかっていうのをお話しさせてもらって、最後僕からのお願いというところでね終わりにしたいなと思いますので、まあこれはちょっと報告動画になってますので、まあサクサクと行きたいなと思います。ではですね、なんでじゃあそんなことすんのということをねお伝えしていこうと思います。まああの日本一周するんですけどもね、日本一周が目的じゃなくて、本場の目的は視聴者さんに会わせていただくっていうのが目的となっております。なんでそんなことするのというと、目的はただ一つ、会いたいからということでね、普段僕こうやって喋ってるんですけども、残念なことにですね、あなたこうやって見ていただいてますけどもね、誰も僕喋ってる状態でいてないんですよ。これ毎日毎日続けてたらですね、ちょっとずつ頭ノイローゼになりそうなんですね。これ誰とも喋ってへんくて、カメラに向かってばっかり喋ってるおじさんになってますので、ちょっと誰かと会いたいなっていうことで、まあ僕のチャンネル登録ってありがたいことに10万人いてたりとかしてるんで、まあ日本全国におそらく視聴者さんはいてくれてると思うんですけども、僕はあくまで数字でしか見てないので、まあ実際会ってみたいなと思ってますのでね、まあそういった目的で会いたいなと思ってます。でまあ別にそこでね変な壺売るとか、変ななんか数珠売るとか、そんなつもりはもう全くなくてですね、まあただ単純に会って、ほんでまあチェキとか取らせてもらってね、なんか思い出にねカシャッと取って、こういったチェキを持って帰っていただければね、まあ一つ思い出になるんかなっていうところでね、そのためだけにこのチェキを買いました。でまああとそれと日本一周のねステッカーもありますので、これを2つプレゼントさせてもらって、いつも応援してもらってありがとうございます、これからもお願いしますというね、まあ選挙活動みたいなことをしようかなと思ってますので、まあそれが目的であると。で次に、ね、じゃあいつからやんのってことなんですが、これも僕の思いつきなんですよね。行こうと思った瞬間に多分行き出すんで、一応こっちには今出してるんですけども、4月下旬から九州行くとか言うてたんやけども、それもねちょっと変わりました。だから4月下旬はね、まずちょっと四国行こうかななんて思ってますので、場所によってはバイクで行く時もあるし、新幹線で行く時もあるし、車で行く時もあるってことなんで、ほんまバラバラやと思うんですけどね、まあ行ってその土地をね観光とかしながら、やっていきたいなと思うんですが、日本一周だけしてるわけじゃなくて、動画もね変わらず出してますので、まあ日本一周興味ないけども動画はずっと見たいねんっていう方はね、安心していただければいいかなと思います。ずっと動画出しますよ。ずっとくっちゃべて出してる動画はねありますので、それはもう随時アップしながら日本一周していこうと思ってますっていうのが、いつやんのってことですね。で次、条件なんですけども、まあ条件っていう条件は特にないんですよ。別になんかお金払わなあかんとか、なんかどっか有料サイト入らなあかんとか、そんなの特になく、視聴者さんやったら別に誰でもいいんですけども、まあどうせ行くからには、まあコーディネートを軽く紹介してもらいたいなと思いますので、まあこれ例えば今日とかやったら、このネックレスがポイントですとか、まあなんかちょっとパンツがノースレスなんですとか、なんでもいいんですけど、まあちょっとコーディネートを紹介していただいて、動画をね映させていただきますので、また Vlog で日本一周 Vlog 九州編、四国編みたいな感じでね出させていただこうと思ってますので、それもね出てもいいよっていう方がね条件になっちゃうんですけども、よろしくお願いいたします。でお願いなんですけど、何がお願いなんかっていうと、僕ちょっとどうせやったら日本全国のセレクトショップも行きたいんですよ。だから例えば奈良県やったらここおすすめのセレクトショップここあるよとかね、富山やったらここにおすすめのセレクトショップあるよとかっていうのをね、ぜひぜひ教えていただきたいです。でこれに関してはですね、もう基本的にもう全部インスタグラムだけでやろうと思ってますので、インスタグラムで、四国入りましたとか、九州来週行きますとかっていうのは募集して、お会いしていきたいなと思ってます。だからもし仮に、インスタグラムの方で見ていただいて、佐賀県の人いてませんけどどうするんですかって言って、誰もおらんかったら一人で佐賀に飯食って次の県行きます、長崎とかに行って、でどんどん鹿児島とかに行っていくので、まあ、タイミングが合わなかったらもうほんまその時のご当地食べてセレクトショップ行って帰ってくるだけかもしれないんですけども、まあ、どうせタイミング合う方いらっしゃったらね、夜ちょっと飯でもねマンツーマンでねグビッと行きましょうよなんていうことなんで、まあ、そういったことで、まあ、日本一周していって、まあ、視聴者さんに会いたいなっていうのが、まあ、今年の企画となっておりますので、日本全国のね視聴者さんに、まあ、感謝を伝えると言いますか、まあ、お会いさせてもらって、あこういう人に応援されてるんだなっていうのを実感するためだけの、卓造だけが得する企画ということになってるんですけどね、まあ、そのことでやっていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。いろいろ詳細についてはもうインスタグラムで全部やっていきますので、もう YouTube ではもう随時随時その動画の Vlog だけが上がっていくような状態になってますが、よろしくお願いいたします。ということで、今回は簡単な報告やったんですけども、日本一周やっていきますということでお話をさせていただきました。ではね、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。